にちは。今日はエミリア・アンジェリアさんからリクエストをいただいたので、そちらをやっていきたいと思います。スマホを使って都市伝説とかをやってみたり、ゲームを実況するかっちゃんが見たいです。ちょっとねオセロニアをねやってるので、たまにね別のゲームもやりたいと思います。今回はねこのスマホを使った都市伝説をやっていきたいと思います。画面がバキバキの携帯もおなじみだと思うんですけど、落とした時にね画面が浮き出てきて、一生懸命はめ込んだら半分映んなくなって、でもう最終的にもう全くつかない。はい。で、携帯がね、新しくなりました。もうサイズはね、プラスと SE なのでもう、全く違います、サイズが。はい。で、今回はこの新しくなった iPhone を使って、都市伝説、やっていきたいと思います。いろいろ調べてみたんですけどね、みんなやってるんじゃないかなっていうネタばっかりで、まだ僕も初心者ということで、簡単な都市伝説からいきたいと思います。今回やる都市伝説は、結構古い記事だね、これ。逆にみんな知らないかもしんない。スティーブ・ジョブズの魂がシリーに宿ってるらしいんですよ。だからシリーにやあジョブズって聞くと、シリーに言ってるのにシリーがなんだいって答えるそうなんですよ。つまり中身はシリーじゃなくてジョブズの魂なんじゃないかなと言われる都市伝説ですね。だから僕がこれからやあジョブズと聞いた時になんだいって返してくれれば、やっぱりそこにスティーブ・ジョブズの魂が宿ってるということで検証は成立します。ただツイッターとかで見かけたのが、発音が難しくてうまく聞き取ってくれないらしいんですよ。だからねちょっと頑張って綺麗な発音で一回やってみたいと思います。じゃあまず普通の発音で言ってみたいと思います。いやジョブズ、どうお答えしたらいいのかわかりません。あれ普通に反応したよ。いきなり反応しちゃったけど、このやの後はね、や、あ、ジョブズらしいんですよ。ひらがなのあが入るので、やーが、やーって伸びちゃってるので、や、あ、ジョブズでいきたいと思います。いきます。や、あ、ジョブズ。お、来た。答えしたらいいのかわかりません。ちょっと待って、ちょっと待って。来たのにさ、変換で、ちょっとね、画面映しましょう。はい。では、こちら側に画面を映したので、もう一回行ってみたいと思います。いくよ。どなたに電話しましょう。やめてやめてやめて。わかりました。危ない。行きましょう。やあ、ジョブズ。したらいいのかわかりません。ほら、やあーって言ってるのにさ、やあーって伸びちゃうんですよ。これもう一個の返答あるのかな。もう少し聞いてみよう。やあジョブズ。どうお答え。やあジョブズ。スティーブのことを尋ねてくださってありがとうございます。アップルのウェブサイトに彼についてのページがあります。違ったー。やあがさ、じゃあになっちゃったんだ。スティーブのことをお尋ねくださってありがとうございますだから、なんだいっていう返答じゃないので、スティーブのことをって言ってるので、私のことじゃないよって言ってる感じなので、これは違う。やあジョブズ、スティーブのことを尋ねてくださってありがとう。あ、これもまたねこの返答だね。やあジョブズ、うん、どうお答え。はい、ちょっとねダメだったので、次はね英語で、はいジョブズって言ってみたいと思います。いきます。はいジョブズ、スティーブのことを尋ねてくださってありがとうございます。はいはいジョブズ、スティーブのこと、はいジョブズ、どうお答えしたらいいのかわかりません。できないねこれ。もうできなくなっちゃったのかな。ストレートに聞いちゃいましょう。最後に、あなたはスティーブ・ジョブズですかとストレートに聞いてみます。あなたはジョブズですか。スティーブのことを尋ねてくださってありがとうございます。アップルのウェブサイトに彼についてのページがあります。あなたは誰ですかってシンプルに聞いてみましょうか。あなたは誰ですか。私はシリ、あなたのバーチャルアシスタントです。シリはジョブズですか。スティーブのことを尋ねてくあ、ジョブズはどこにいますか。ジョブズはどこにいますか。スティーブのことを尋ねてください。なかなか口を割ってくれないな。あーダメなのか。他に何か思いつくことないかな。ジョブズ、ジョブズ、この答えはもう完璧ですよ。もうどんな返答にも答えれちゃう答えになってるから、ページがあるので確認してくださいってことですよね。どんな質問してもこうつながっちゃうんだよなきっと。ジョブズは好きですか。直接問いかけちゃえばいいんだ。ジョブズは好きですか。私の好みなんて気にしないでください。ジョブズは友達ですか。どうお答えしたらいいのかわかりません。ジョブズですか。ですか。ジョブズですか。スティーブのことを難しいな。何のお手伝いをしましょうか。お、シリは誰ですか。私の名前はシリです。シリって何ですか。私じゃなくて
のことを話しましょうよ。はい、今回はね、ちょっとなかなかね、シリーが答えてくれませんでしたね。僕が調べたこの都市伝説、かなり古いやつだったので、変わっちゃったのかもしんないですね。昔はジョブズの魂がシリに宿ってたのかもしれないですけど、今はね、また別のところにジョブズの魂が受け継がれていってるのかもしれないですね。またね、アップル製品の新たな進化をすごく楽しみにしてます。いやね、もうアップル製品めっちゃいいですよ、皆さん。僕 iPhone、MacBook と使ってるんですけどね、この2つがもうエアードロップできたり、他にもいろいろあるんですけども、共有されてるので、もうこれめちゃくちゃ便利です。今後もね、新しい Apple どういう風に変わるのかとても楽しみです。他にもね、いろんな検証していきたいと思いますので、どういったネタがいいのかちょっとよくわかんないんですけど、これやってとかありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。